インターナショナルエアラインズグループは、スペインのマドリードに登録事務所及び、イギリスのロンドンに事業本部を置く、多国籍航空持ち株会社。イベリア航空、エアリンガス、ブエリング航空、ブリティッシュエアウェイズ、レベルの持ち株会社である。本校では、以下、インターナショナルエアラインズグループを指して、アイグという表記に統一する。 それぞれイギリスのフラッグキャリアであるブリティッシュエアウェイズとスペインのフラッグキャリアであるイベリア航空の合併協定により2011年1月に設立された。ブリティッシュエアウェイズの方が規模が大きかったため合併時に BA の株式を保有していた企業には合併後の IG の株式の55%が与えられた。BA とイベリア航空は 独立した企業ではなくなり、アイグの完全な子会社となった。同社は、ロンドン証券取引所とマドリード証券取引所に上場しており、株価指数は、フッツイ百種総合株価指数及び、IBEX35 である。現在は、アイルランドのフラッグキャリアのエアリンガス、スペインの格安航空会社のレベルトブウェリング、航空の持ち株会社でもあり、 貨物輸送のアイグカーゴも運営している。また、ワンワールド加盟航空会社でも使用できる、マイレージサービスのアビオスも提供している。グループの陶器場本社は、イベリアの本社所在地であるマドリードに置かれているが、本社機能の大半は、BA の本社所在地であるロンドンに置いている。また、出資比率は BA が55%、イベリアが45%とされている。 ブリティッシュエアウェイズとイベリア航空ブリティッシュエアウェイズとイベリア航空は共に航空連合ワンワールドに加盟しているがスターアライアンスの中心メンバーでヨーロッパ最大の航空会社であるルフトハンザドイツ航空やスカイチームのエールフランス KLM に対抗するため統合交渉を進め2009年11月12日に基本合意グループの名称は インターナショナルエアラインズグループとされ、2010年4月8日に、経営統合が正式決定した。統合後も、BA とイベリアはそれぞれ、従来のブランドを維持する。2011年10月6日、アイグは、イベリアエクスプレスを設立した。アイグのハブであるマドリードから短距離を呼び、中距離路線を運行し、イベリア航空の長距離ネットワークに重点を置くために、 設立された。イベリアエクスプレスは2012年3月25日に運行を開始した。2011年11月4日に、アイグは原則として、ルフトハンザドイツ航空から、ブリティッシュミッドランド航空を買収することで合意した。これにより、ロンドンヒースロー空港のアイグのスロットのシェアが45%から54%に増加した。 2011年12月22日、アイグは、ルフトハンザとの高速力のある取引に合意し、BMI を1億7250万ポンドで、買収した。2012年3月30日、統合グループが1日中にスロットを売却し、ヒースロー空港で1日にスロットをリースすることを、条件に、購入が承認された。 買収は2012年4月20日に完了し、BMI の機材と路線は2012年を通じて、ブリティッシュエアウェイズのスケジュールに統合された。2012年11月8日、アイグは、バルセロナを拠点とするスペインの格安航空会社、ブエリング航空の買収を提案した。ブエリングの普通株1株あたり7ユーロで、 買収総額は1億1300万ユーロになると予想されていた。2012年9月30日の時点で報告された、ブエリングの総資産は8億5000万ユーロで、それまでの9ヶ月間で5900万ユーロの税引き前利益を生み出した。2013年4月9日に9.25ユーロの増額提案がブエリング取締役会に受け入れられ、4月23日に、 株主の過半数の承認を受けた。4月26日にブエリングの買収を終えた。2012年12月、アイグは、ブリティッシュエアウェイズ、BMI、および、イベリア航空の貨物事業を一つの事業部門である、アイグカーゴに統合した。2015年1月、アイグは、アイルランドのフラッグキャリアである、エアリンガスに13.6億ユーロの買い付けを開始した。 これは、以前の二つの買い付けが拒否された後、受け入れられると予想されていた。同年1月下旬にエアリンガスの取締役会、5月に、アイルランド政府は、エアリンガスの持ち分を、アイグに売却することに同意した。2015年7月10日にエアリンガスの株主である、ライアンエアに、保有株29.8%購入を提案し、ライアンエアの取締役会で、 全会一致で可決したと発表し、買収は2015年8月18日に完了した。2017年3月、スペインのバルセロナに拠点を置く、新しい格安航空会社、レベルの運航を2017年6月に開始する、ことを発表した。2017年12月29日、アイグは15機のエアバス A321 と、デュッセルドルフ、ミュンヘン、ウィーン、 チューリッヒ、パルマデマヨルカの航空交通券を含むオーストリアの2機航空から購入したことが発表された。2機航空の後継として、ブエリング航空のオーストリア市会社を設立する予定だった。2018年4月に、アイグは格安航空会社のノルウェーエアシャトルの買収を検討していたと報告されたが、2019年初頭までにアイグは、 ノルウェーやシャトルの持ち分を完全に売却した。2019年6月、ボーイング 737MAX のエンキャスシステムの設計が原因で発生したと思われる2つの航空事故の後、アイグはボーイング 737MAX の200機を購入する胸の同意書に署名した。2019年のパリ航空省でアイグは エアリンガスとイベリア航空向けの14機のエアバス A321XLR を購入することに同意した。2019年11月、アイグはグローバリアからエアヨーロッパを10億ユーロで買収する計画を発表した。対外債務を資金源とするこの取引は規制当局の承認を条件として2020年の後半に完了する予定である。アイグは イベリア航空、エアリンガス、ブエリング航空、ブリティッシュエアウェイズ、レベルの持ち株会社であり、独自のブランド名を残し運航している。現在、アイグは、ルフトハンザグループ、ライアンエアに次ぐヨーロッパで3位の規模となっている。2020年6月現在、グループ全体で旅客機598機を保有、全世界の279都市に就航している。 グループでは統合完了から5年後の時点で年間約4億ユーロの統合効果を見込んでいるが、統合完了に際しては、両社の株主及び欧州委員会の承認と BA 側の年金プランについて、イベリア側が同意することが条件とされている。アイグは2011年11月16日にエアマイル、BA マイル、及びイベリアプラスポイントを統合した。 アビオスマイレージサービスを運営している。アビオスポイントは、エアリンガス、ブリティッシュエアウェイズ、イベリア航空、レベル、ブエリング、ワンワールドアライアンスメンバーのフィンエアなどでも使用できる。グループで保有する機材は次の通り。各機数は派生系を含む。アイグの現在の旅客フリートサイズ2020年5月、アイグは税務目的でスペインに本拠地を置いており、 スペインの株式会社として法人化されている。2011年1月24日から、ロンドン証券取引所に上場しており、株価指数は、フッツイ百種総合株価指数である。同年4月1日からマドリード、バルセロナ、ビルバオ、バレンシアの証券取引所に上場しており、株価指数は、フッツイ百種総合株価指数及び、IBEX35 である。時価総額で、 エールフランス KLM を抜き、ルフトハンザドイツ航空に迫ることとなった。カタール航空は、アイグの少数株主であり、2015年に最初に、投資死9.99%を購入した。それ以来、カタール航空は持ち株を着実に増やし、2020年2月現在で25.1%の株式を保有している。 イギリスとスペインの子会社の管理を統括するアイグの運営本部はロンドンのハーモンズワースにあるウォーターサイドの建物にある。2012年、ブリティッシュエアウェイズの利益はイベリア航空の損失により一掃され、存続のために戦っていたと報じられた。2013年までに、 イベリア航空は10億ユーロの損失を記録し、アイグのウィリー・ウォルシュ最高経営責任者に、イベリア航空の合併について擁護する必要になった。さらなる損失の後、イベリア航空が格安航空会社の競争と不況を、戦ったため、アイグの貸借対照票は深刻な赤字になり、ウォルシュは、合併を延期すべきだったと認め、スペイン経済が悪化すると思われるが、 最終的には合併は正しいことだと信じていると述べた。2014年以降、イベリア航空は黒字に戻り、ウォルシュの予測が正当化されたことを示した。ありがとうございます。